それでは始めます。皆さんこんにちは。伊藤塾専任講師の坂本龍二です。今回はですね、無料公開講座ということで、記述で要求される7要素と直前期の学習法というタイトルで2時間ほどお話をさせていただきたいと思います。2019年、年が明けて1月も早いもんで、もう半分以上過ぎております。あっという間に過ぎ去っていきますね。これ1月終わると、もう本番までは150日ほどしかないという、そういう状況になります。あっという間に100日前というところも来てしまうと思います。焦ったりですね、不安に思ったりということもあろうかと思いますけれども、でもしっかり気持ちを確かに持って、自分でやると決めたことを本試験のその日まで着実に積み上げていくということをまず実践していきましょう。そうは言ってもですね、なかなかやっぱり書式なんかは、これ戦略持って学習をしていかないと着実な伸びというのは期待できません。択一なんかと違ってですね、がむしゃらにインプットをしていればそれで、なんとなくこう伸びていくというものではないんですね。しっかり書式ではどういった能力が必要なのかということを見極め、その必要な能力、これを高めるための勉強をきちっと行っていくということが重要になっていきます。本日のタイトルになっております、記述で要求される7要素、これを今改めて確認しようというのが、この講座の一つの目的になっています。そしてもう一つ、2月3月で実施させていただきます私の直前講座、記述式直前対策完成講座という講座がありますけれども、こちらの講座がですね、どういった講座になっているのか、それを皆さんにお伝えするため、今日はそのですね、体験的な講義、これも交えて行っていきたいと思います。では早速内容に入っていきたいと思います。まず記述ではどういう要素が必要になるのかということで、テキストの1ページですね、1から7まで挙げさせていただきました。まず読み上げていきます。まず実体法の基礎知識、知識がきちっと記憶されていることが必要です。そしてその実体法の基礎知識が使いこなせていること、手続き法の基礎知識がきちっと記憶されていて、そしてまた使いこなせていること、問題を解く際の手順が確立していること、情報整理の技術が身についていること、そして処理スピード、一つ一つは当たり前のことに思えますけれども、これを一つ一つですね、確認を改めてしていきたいと思います。まず1、実体法の基礎知識が記憶されていること。陶器は実体を映し出します。実体を映し出す鏡、それが陶器だと言ってもいいかもしれません。不動産陶器にしろ、商業陶器にしろ、申請書、それを書き起こすことが、回答では求められてきますけれども、陶器は実体を映し出す鏡ですから、問題に出てくる事実関係、これをまずきちっと実体法の知識を駆使して分析できなければ答えにたどり着けないわけですね。実体があって、その次に手続きの話に来ると、この実体の分析をきちっとするためのですね、基礎知識、これがまずもって必要になってきます。知識、そして考える力、これが試験に受かるためには必要ですけれども、知識がなければ戦えませんから。そしてまた手続き法の知識だけでなく、前提となる実体法の知識、これももちろん必要だということですね。で、不動産登記なんかは、この実体法の基礎知識がきちっと身についていること、これが必要なんだということはですね、普通に勉強していて認識しやすい部分があります。つまり不動産登記は問題文の事実を分析しないと、移転登記なのか抹消登記なのか、はたまた相続を原因とする権利変動が今回の事例では何個起きているのか、その答えを出すためのですね、分析、これまず民法の知識を駆使して必ずやるもんですから、民法の知識を運動させて自分で考えていくということを、普段からやってると思うんですね。だから実体法の知識がまず必要だということは自然と認識することができます。分かりづらいのは商業登記ですね。不動産登記と違って、商業登記の書式はですね、議案第何号本店移転とか、議案第何号募集株式の発行とか、その会社がやろうとしている求めている効果が見えています。したがって、そんなに知識なくても問題の文面読んでいけば、日本語的にも解けちゃったりするんじゃないのなんていう、こんな感覚も持ちうるところなんですよね。でもちょっと考えてみたら、会社法の知識しっかり運動させないとやっぱり答え見えてきません。例えばですね、任期満了退任したとしても権利組み状態に入るかもしれない、
権利群状態に入った人は辞任をすることができない。人数に足りる公認の人が入ったら、もともとの退任事由でもって退任するぞ。まあ、こんなのは例えば会社法の知識をしっかり運動させて、自分で考えて答えを導くなんていう場面ですよね。あるいは募集株式発行なんかも、そもそもの決議期間どこだ、申し込みがあったか、割り当てがあったか、払い込みがあったか、こうした実態上の事柄を一つ一つ点検していかないと正しく答えは見えてこない。やっぱり会社法の知識を使って運動させて考えて答えを導くということを商業登記でも求められているんですね。テキスト37目、記述式を手続き法の科目と捉え、申請書のひな型を暗記するような学習をするだけでは合格は遠いです。大前提として必要となる実態法の知識に磨きをかけること、これが必要不可欠だということですね。記述式を攻略するためには実態法の学習と手続き法の学習、これを車の両輪としてバランスよく学習していくことが必要なんだということです。2ページ2つ目の要素に行きます。6ページ行きます。処理スピード、知識を身につけスキルが確立しても処理スピードが伴わなければ合格は難しいんですね。不動産登記にしろ商業登記にしろ、一つの問題を処理するのには膨大な量の情報を整理し、膨大な量の判断を迫られます。それを1時間程度で完結させることはそう簡単なことではないですよね。情報処理の過程や思考過程を省いてしまえば、ショートカットをすればその分時間は短縮できますけれども、それでミスを連発しているようでは意味がないわけです。ですので情報処理の過程や思考過程を省くことなく、1時間程度で問題を処理できるスピードを身につけていくということが重要です。正確性を兼ね備えた処理スピード、これを身につけるためには十分な量の練習問題を使い、ミスのない正しい回答をスピーディーに導けるようにするための訓練を積み重ねるしかなく、かつこれが唯一確実な方法と言えます。ただその際に注意したいのは、何も考えずにがむしゃらに問題を解く、解いて解いて解きまくるというのではなくって、正確性を兼ね備えた処理スピードを身につけるための学習をしていくということです。で、それって具体的にどういうことって言ったら、もうさっき確認した思考プロセスとか解放プロセス、これを確立していく、その意識を持って学習していくってことですね。正しい思考プロセスが取れるようになる、正しい連鎖的な思考ができるようになる、そうすると思考の無駄がなくなりますから、その分時間は短縮されるし、正しい思考を瞬時にしているわけだから混乱状態も回避できます。時間は短くなるし、正確性も上がっていくということですね。解放プロセスも一緒、いつも違った解き方してちゃダメです。いつも同じ解き方をしてください。問題の見た目が変わっても、いつだってあの5要素から構成されてます。別紙形式であろうが、自立羅列型の問題であろうが、折衷型であろうが、必ずあの5要素で構成されてます。商業登記も一緒ですね。いつだって自分のルールに乗せて問題を解いていく、問題に踊らされちゃダメです。自分のペースで問題を解く、自分の考え方で問題を解く、これが正確性を兼ね備えた処理スピードを身につける具体的な方策ですね。で、連想力も瞬間的に発想できるレベルまで